真。一枚の写真が訴えかける表現力は大きく、また記念写真など思い出の一コマを気軽に記録する道具でもあります。相模原ルックアラウンド、今回は相模原市総合写真祭フォトシティ相模原2001の話題からお届けします。このイベントは21世紀の映像文化を担うプロの写真家の育成と、写真に親しむ全国のアマチュアに作品を発表する場を設けるために今年創設されたものです。11月17日ソレイユ相模で表彰式が行われました。プロの写真家を対象とする相模原写真賞には、ノミネートされた19名の中から広川隆一さんの作品が選ばれました。ここにその栄誉を称え、これを称します。また新人写真家が対象の相模原写真新人奨励賞には、27名の中から勝俣邦彦さん、萩原義弘さん、若木慎吾さんの作品が選ばれました。そして全国公募によるアマの部相模原アマチュア写真グランプリ金賞には、応募作品3287点の中から東京都の松永雅之さんの作品が選ばれました。自分が出てくるかなとは思っております。素晴らしいですよね。写真という優れた芸術文化に触れることができ、また気軽に参加できるイベント、フォトシティ相模原、来年の開催が楽しみですね。はるか昔から人が絵を描き物を作るのはなぜでしょう。それは自分を取り巻く自然環境などから得た発見や感動を形として表現したいという欲求なのでしょう。続いての話題は2つの造形展と女子美術大学美術館に関するリポートです。相模原市の南の玄関口、相模大野駅。相模大野中央公園は、都市化の進むこの地域で憩いと安らぎを人々に提供する貴重な空間です。ここを使って今年で8回目を迎える彫刻展があります。8人の作家が思い思いの場所に作品を展示しています。公開の前日に行われた皆さんの設置風景を紹介しましょう。
大きくもうちょっとこっちに振ろうかな。もう内田さんにお聞きしました。大気が渦巻いてたり、なんか発散してたりとか、なんかそういう呼吸とか、なんかそういうものをテーマに作ってるんですね。まあ、こうやって作品を作って、なんかエネルギーを放出させたりとか、まあ、自分でもあるんですね。彫刻展として定着するまでには、いろいろ試行錯誤があったようです。川島さんにお聞きしました。続けていく中で、ほんのこうちょっとずつなんかがこう芽生えていくような世界だと思ってるんで、今年は何をやるんだろうみたいな、そういう気持ちが芽生えてくると、まあ面白くなるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど。皆さんの印象はどうでしょう。去年もこう音の出るなんかオブジェみたいなのがあって、子供がなんか興味持って遊んでたんで、今年も同じようにやってるんだと思ったんですけど、あるとやっぱりちょっとこうなんか安らぎと温かみがちょっと出るかなっていう気がちょっとしました。はい、あ、また今年もこの時期になったかなとか。でもいいですよね、いつもの公園よりもちょっと潤いがあるような感じで。さて、違った角度から彫刻などの造形物を日常の空間に組み入れようという試みがあります。今年で4回目を迎える道の造形展です。これは何気なく通り過ぎる道に造形作品を展示することが道の美化につながることを目的に始められました。今年はここ市役所桜通りに18、相模大野コリドーに2つの作品が展示されています。それぞれの作品を紹介しましょう。西澤さんにこの造形展への思いをお聞きしました。普通にこう歩いている状況の中で、ここ突然彫刻とかがあると、で 見るためのものではなく、こう 空間の中にこう溶け込む形でこう空気として感じてほしい。ゴミとかの路上のゴミとかのという問題とまるっきり同じようなレベルで彫刻が語り合う、彫刻について語り合うっていう、そういうことが公共性であって、で感じられることになると思います。
は相模原浅溝公園に隣接する女子美術大学。明治33年の開校以来、自由と自立の精神に満ちた女性の美術教育の道を歩んできました。平成2年、杉並区から移転してきた女子美術大学は昨年創立100周年を迎え、これを記念して美術館が完成しました。そして市民が優れた芸術を鑑賞できる機会を持つことを願う相模原市と、地域への貢献を望む大学とが9月12日文化促進協定を結び、市民への開放が実現しました。感想はどうでしょう。こんなに近いところでこうやってたくさんのね、家たくさん見せていただいて、大概あの上野とか遠くでしか見えませんよね。だからすごく良かったと思いますけど、はい、これはもう素晴らしいですねあのこんなに実際見せてもらえると思わなかったので、楽しみにしてきましたし、楽しく拝見しました。ミュージアムについて美術資料センターの長谷川さんにお聞きしました。あの初めての経験でしたので、結構あの忙しかったし、あの緊張もしてたんですけれども、あのたくさん見えて喜んでいただいているようなので、まあ良かったなというふうに思ってますけれども、気軽にいつも来たら何かが見られる、まあ、うちの持っている作品とかで、あの来た時に何か 見るものがあるような、いつもこう来てもらえるような常設っていうのも、あの していこうというふうには思ってます。はい、次回の公開展示は女子美を来年3月退職する教員の記念展が予定されています。優れた芸術にぜひ触れてみてください。相模原の芸術の息吹、いかがでしたか。見慣れた日常生活の一風景をほっと和ませてくれる造形物、そして心に染み入る絵画、身近にある芸術作品を気軽に楽しんでみてはいかがですか。